やってまいりました。群馬のハワイ。おい、ハワイいいとこだね。いいっすね。今日天気もまた最高じゃないですか。ですね。ちょっと寒い。はい。福井さん、あの寒さが伝わらないんで、あったかいのしまっていいですか。これすげえハワイだよ。すごいっすね。でもね、あのジョーさん、岡野さんの時も天気よく、はい、もう短パンでできるんじゃないかっていうぐらい。やっぱり日本代表クラスになると天気までいいんですね。持ってますね。それはそうでしょ、はい、それはそうなんだ。それはそうです。はい、ということで、新しいフィッティングしたクーラー部を試打しながら、はい、ちょっとラウンドしますが、まあせっかくなんでチーム戦、ダブルスをやっていきたいと思います。はい、はいはいはい、で、ちょうど真ん中で、うん、中田さん、ゲドさんチーム対フィニッシュさん、ヒロチームということで、色で分かれていい。そうですね、本体黒やろ。はい、本当だ、本当だ。え、ほら、合わせました。合わせました。チームです。強敵やぞ。強敵ですね。でも池田さん、さっきパターレジオ一人で6人でやってました。なんか不安あるかも、ね、で、ルールの方は、ベストボール、うん、同じところから2人とも打っていただいて、ベストのボールをチョイスしていく。はい、なので片方が失敗しても大丈夫です。ね、はい、はい、そういうの大事ね。はい、両方失敗しちゃダメ。両方失敗した時は、あの岡野さんと池田さんみたいな感じになります。どっちかのいいボールってことでしょ。そうですね、言いましたよ。はい、あんま言わない方がいいのかな。だから本気なんですよ、多分。今回は負けられない。今日は大丈夫です。じゃあトータルスコアで、マッチプレーじゃなく、はい、トータルスコアで、はい、やっていきたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ順番ですが、はい、一応サッカールールじゃないですけど、あのコイントス、うん、岡野さんやってくれたんですけど、ね、お二人どっちかやっていただいてもいいですか。いいよ。じゃあ先輩お願いします。コイントス、おここにご縁が、ご縁がちょうどね。じゃあ俺がこっちな。はい、コージこっちな、裏の裏な、はい、いくよ。はい、裏こっちです。はい、コージから。はい、はい、じゃあ、中田さん、池田さんチーム、わかりました。この後お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。やべえ、最初緊張するな。え、いいじゃん、いいじゃん、もう一発そこに当ててカーンってお前跳ね返って、危険なことだけやめてくれよ。前回も言いましたけど、あの何万人の中であのプレーができるのに、やっぱゴルフは違うんですよ。緊張するんですね。そうなんですよ、ゴルフやっぱ緊張しますよね。緊張するんです、めちゃくちゃするよ。おい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 、大丈夫ですよ。そう、うん、バンカー手前ぐらい、手前ぐらい、うん、ナイスです。あざっす、いいですね。いいね、いい感じ、いい感じ、うん、完璧じゃないかもしれないですけど、はい、あそこで止まってたらいいですね。いや全然満足っすよ、うん、お俺それぐらいで満足する男だったのか。はい、で一発目ですよ。そうです、確かに一発目あれはいいですよね。ちゃんと上がりましたもん、ね、当たりました、当たりました、うん、ちょっとバンカー超えるか。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。お、わ、左だ。あそこどうなってる。あ、でもこれいいわ、捕まってますよね、うん、捕まってた、捕まってる。ただチームとしては僕すげえ不安になりました、うん、え、だって俺はだって日野くんがいるから気軽に打ったんだけど、今日振ってもないです、一回もまだ。確かに確かに、うん、ちょっとこれは、はい、フェアウェイに置いて置きたいですね、うん、およし、真ん中、真ん中、うん、チョロじゃなかったか。そう、全然ナイスショー、ナイスショー、チョロ、ナイスショー。いや、悪い池田さん出てますよ。すげえちっちゃい声でチョロじゃなかったか。どうですか、お二人ともドライバー、まだほとんどあのコースでは初だったと思うんですけど、はい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 、感じは僕はね、すごい振りやすくて、うん、あの左まっすぐ行きましたけど、はい、もう自分で なんとなく持っていった感あるんで、はい、うん、いいです。なるほど、うん、中田さんどうですか。僕もだからあれだけ打ちましたからね。ちょっと疲れてるかもしれない。いや、だからそれに比べたら全然いいですよ。いいです、はい、ちゃんと当ててもう、はい。じゃあ池田さん、今回このラウンドの時はアイアンは何本かある感じですか。はい、一通りというかアイアン、はい、持ってきました、何本か。あ、本当ですか、はい、じゃあ、あのご自分のクラブで打つ時でも全然、あのシダでも、はい、どちらでもいいので、はい、もう基本的にはシダしたいです、はい、ありがとうございます、うんうん、
あの、福井さん、ピンチの時はやめてくださいね。僕がピンチの時は。あ、ピンチの時はね。もちろん。その時は自分のするね。いや、全部やるんじゃないですか。そこはね、マネージメントっていう言葉知ってるか、ゴジ。はい、知ってます。マネージメント。それ結構僕得意です。そうですね。そうですよね。ゴジはね、それ得意なのよ。マジで、合わせるのが。お、ゴジほら、フェアウェイっすよ。うん、フェアウェイじゃん。いや、飛んでますよ。あ、これ俺。これがそうだ、うん、だとそうですね。はい、ね、これ中津さんだと思いますね。はい、池田さんが多分バンカー超えてんじゃないですかね。福さんは？俺多分それ外じゃない？これ日野くんでしょ？はい。あれ池田さん、あれバンカーじゃなくていいんですか？いやいやフェアウェイですよ。ねえなんかフェアウェイですよ。フェアウェイ。このやり取りやってましたね。岡野さんの時も。はい。あ、左だ。左じゃん。捕まってる。そう、捕まってるじゃん。いい球、構えた方向でしたね、今。うん、あ、でもラフ。ラフ。はい、左向いてたんで、うん、いつもだったらそこからフェードなんですよね。そのつもりだから真っ直ぐ行ってるってことだよ。真っ直ぐ行った。はい、これいい、やっぱり。こうじゃあれだな。これ意外と飛ばんやん、ちゃんと。僕、あそこっすか。でしょ？あら。あれ、左。左だ。ちょっとつま先上がりなんですかね、そこ。うん、同じとこですね。185、185、185、3打目、3打目じゃあ2打目だよ俺は3打目だけどチーム戦は2打目だからさあこのクラブがいやめっちゃいい、めっちゃこれ大きい、これ大きいかもね、いいよ、これよかったですね、ナイス、いきなり打ってよかったでしょ池田さん、俺これですね。これですか。うん、これいいでしょ。うん、いい。わかりました。ちょっとセッティングに書き換えてみます。うんうん、はい、あれそうですよね。さっきあれ入れてなかったですもんね。なかったなかった。だからユーティリティにするかこれかと思ったんですけど、うん、はい、こっちの方が全然いいですね。おお、ちょい左だけど乗るでしょ。うん。セカンド乗りましたね。我々チームは。勝ったね。まだ一ホール目です。まだわかんないですよ。そうかそうか、このね、はい、多分パサッカーしてきたからだと思うけど、うん、なんかすぐ心理戦したくなるような。はい、そうですね。でもあれですか、やっぱサッカーの試合中ってなんかこう相手に対してこうプレッシャーとか言葉でかけたりするんですか。うん、逆に言葉でかけたり、うん、かけないでもぶつかりに行ったりとか。そう、だからボール来る前とかにもなんかそういうのありますからね、うん、だからぶつかるって言って取りに行くとか、じゃあその見えてないところでいろいろあるんですね、の方が多いかも、例えばどういうことを相手にかけてますか、今日調子悪いね、言いながらなんで調子悪いね今日、うん、どっちかというと今日トーク調子いいよ、そうそう、まだ調子いい、今日はお二人来てからサッカー好きとしてはね、日野さんいいとこだね、めっちゃいいとこ、いいとこ来ましたね、また二人ともラフで、はい、同じところ、同じところ、キャリーでもぴったりじゃん。キャリーぴったりしたけど、ちょっとフォローで100、やっぱ185飛ぶんだ。すごいね。うまい。うま、止まるよこれ。おお。ナイスです。あざす。アルファ？はい。おお、やっぱり当たってんだわ。ああ。入っちゃう、入っちゃう、来ちゃった、うわ入った、入っちゃう、すげえ、あざます、やばい、すげえ、ナイス、オッケーでございます、オッケーです、あざます、いや素晴らしい、すごい、いやいや、コージのもすごいよ、よかったですね、いや、ノーさんライン出てましたもんね、どうした、打ちやすいっす、今までが60だったんで58ですもんね、58です、今のはすごい、初めて打ったクラブとか、ね、いやいや、ほんとよ、このぐらいだな、うおっしー、おーナイスアンジー、今日グリーンやってないのに、やってないのに、ね、OK です、ありがとうございます、あーでももう来た、キャー切れた、切れたくー、はい、このホールはお互いパーで、トータルイーブンと、イーブン、お互いイーブンで、はい、はい、ナイスです、ナイスパーです、ナイスパー、はい、2番ホール365ヤードパー4です。さあ頑張れよ。
290ヤードぐらい飛べば乗るんですかね、うん、やべ心理戦も来てる来てるこれ。あー行っちゃった、うん、こすっちゃう、ね、行っちゃう、こすってますね、はい、中田さんこすってますね。あらー、右右これはでも止まりそうだな手前で。よしお願いします、はい、気楽にね日野くんが打てるようにお願いします。僕がいいところへ打ちます。いや完璧、おっしゃ完璧ね、いいね、いいって言ったでしょ。いや完璧、ナイス、いいって言ったでしょ。ふえさん完璧ですでしょ、です。どうしたの、気楽にね、それ1回したから2回目ちゃんと合わせますよ、まあね、確かに、はい、ほんとだ、おほんとギリギリになってる。中津さん残ってる、あめっちゃいいとこじゃないですか、ブリジスタン、いやいやいや、はい、これ僕はい、中津さんでしょ、まさかの2連続池田さん採用なしみたいなティーショットだよ、そんなこと。あラフにある、ありました、ありました、じゃあそっちだな、じゃあこっち行きますか、はい、クニスさんここで、クさんそれでしょ、僕が多分、うん、あそこにありますね、あ前に真ん中にある、真ん中に、あっち行きます、こうあの距離どうです、こっちでいいよ、向こうですか、うん、もちろんもちろん、じゃあ向こうで、俺もだから自分でもすげえいいとこに、いやいやいや完璧ですよ、うん、このライン、うん、多分僕ショートカットなんで向こうなんですけど、うん、多分距離的にはそんなに変わらないと思います多分、ね、こっち側方向なんで、そうだよね、120上りで128ですね、130ぐらい、130ぐらい、あーダメだ甘い、あでも花道、うんですね、あれまた左だ、左ちょっと58しかないようなんで、うん、僕のが同じやつの52なんですけど、じゃあそれ貸して使ってみます、うん、貸して貸して、ちょっと重いかもしれないですけど、カーボンですけど、はい、なんで重い、重くしてんの、僕はもう全部が、あのシャフトが重いと思います、あそういうことか、はい、そういうことか、確かに重い、まあまあまあ打ってみますよ、はい、お、いいよこれ、これいいよ、これで左コイ、あナイス、あ左コイの方か、ナイス、いい感じ、あぴったりじゃない距離、ほらどうだ、あバカだ、ちょっと、うん、戻ってきちゃった、戻ってきちゃった、すみません、ありがとうございます、でも福さんいい感じじゃなかったですか、そうそういいこと、距離的にはね、ね、もう自分の狙い通りの、さあパター対決、うわークリスさん僕の方が遠いは遠いんですけど、ね、どっちがいいんだろう、これでも難しくない、ほらこっちは下りが最後入る、ね、下りフックじゃない、でも向こうの方がちょっと難しいでしょ、ね、難しそうですね、寄せ、こっちにしましょうか、こっちにしよう、はい、あの遠い方を選びました、いやでも聞こえてた、聞こえてたちゃんと聞いてるな、やっぱさすがですね、さすがだな、冷静ですね、冷静で初パターだな、そうっすよね、やべ初パター、そう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 、俺は初パターで寄せたよ。あ弱いわ、いやまあ、いやいや、まあ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 、あでも2人打てますからね、うんうん、池田さんが同じぐらいショートしてくれるとすごい嬉しいんだけどな、そうだよね、池田さん練習してたからな、でも池田さんあれ初めて あのパターなんだと思うんですよ、あ今試作品なんですよ、だからか、だから練習してる、だから練習してる、多分タイミング合わないと思うんですよね。打ってったよ、打った、あまあ、ナイスタッチだな、いやこれ微妙だな、これまだ微妙だな、これは微妙だな、微妙だな、ちょっと難しい未来だから、福さんスネーク、スネーク、スネークは、スネーク、スネークは真ん中に打てって言われてんだけど、スネークスネークはねえな。スネークはねえぞ、結構最後曲がってくると思うんですよ ね落ちるよね、はい、でもね上りっていうことを考えたら
この辺じゃない？ほら、見てみて。いい立ち。いい立ち。それでもほら。それでも来るよ。結構来ましたね。いいタッチだったけど。うん、よかった。結構来る、ここ。うまい。うまい。回しすぎたか。おー、うまい。疑って。いや、止まらない。難しいとこあるね。まあ、福西さんの方がいいと思うな。ね、こっちのね、ここはちょっと見せたくないんで、うん、ライブを、うん、こっち。そっち行きますか。はい。取っちゃった。じゃあ僕らから。はい。はい、じゃあ俺から。弱い。オッケーです。オッケー。任せた。はい。これプレッシャーかかるんじゃないですか。これかかりましたね。意外とね、意外とね。これ決めないと。はい。重いですよね。重い。だって福西さんちゃんと当たってましたもんね。ちょっと重いわ。思ったより重かったです。おい、さすがです。さすが。よし。イエーイ。これがね、これがチーム戦。はい。これは曲がるかな、今の感じ見ると。いやいやいや。すげえ曲がるような気がする。思ったよりは強いよ。早い。おお。ほう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 。オッケーです。オッケーです。オッケー。急にプレッシャーかかりましたよ、池田さん。池田さん。オッケー？いやいやいや、オッケーです。中田浩二オッケーです。中田浩二オッケーです。ホクチ、これはダメ。これはまだですね。さすがです。さすが。ナイス。ビビった。さすが。意外と強いから。はい、このホールもお互いパーで、トータルイーブンでございます。いや、面白いですね。面白いですね。いい勝負してます、はい。3番ホール100、打ち下ろし入れて170ヤード、パー3でございます。さあ、上げですかね。うん、ちょっと上げてると思うんだよね。でも前回意外に上げだなと思って意外になかったんですよね。まあでも僕らじゃないんで、オナは。そうですね。長津さんたちからですね。しっかり見ててください。はい、ああ。ちょっと下。どうだ。これは何？でもこれ生きてそうだな。まあ、手前に多分は大丈夫、はい。やばい。あれ？池田さん？うんうん、池田さん？左、珍しいことした。足りない。さあ、福西さんどうしましょうか。我々もう、僕はとりあえずは乗せていきたいんで、この、はい、おー、いいじゃないですか。ちょうど風にぶつかってていいんじゃないですか。上げで、うん、いい当たりすぎたら超えるかもっていうぐらい、はい、あ、上がりすぎたね。これカート道ちゃん、ケーク、あ、そっちキック、あ、右行っちゃったよ。木に当たってからの左に跳ねる。あ、落ちてきた。来た来た来た。左に来た。俺左来た。ナイスオン。ナイスオン。あ、本当乗った。ナイスオン。イエーイ。うそー。すごいっしょこれ。ちょっとおい、恥ずかしいからやめて。うそー。ちょっと恥ずかしいからやめてくれるから。いいですか今ので。え、オンはオンですよね。なんかあった途中、なんかあった。いやいや、キャリーでも狙い通りで、あそこぶつけてですもんね。そうそうそう、よく風と友達になろうって言うじゃないですか。なるほど、なるほど、はい、風だけじゃなかったね。そう、コース、うん、これ自然と友達になってたね。俺何度も来たコースかもしれないここ。誰かあそこ隠れて投げたんじゃない。ナイスオンでも誰か、あれ岡野さんいないな。岡野さんいるかも。もうあそこにあるからな。うん、これめっちゃ気楽になるね。だいぶ気楽ですよこれ。おー、あー、いい球。ちょっと避けちゃった。左捕まって、うん、ここから。おー、いやー、素晴らしい。いやー、福西さんの方が近いっす。福西さんの方が近いっす。言わないで。いやー、福西さんナイスエース。ナイス。あれ、福西さんのところ左右です、うん、オッケー。すみません、一発ありがとうございます。どうですか、傷ついてるね。バンカー入ってたよ。バンカー入ってた、うん、ここのバンカーが難しいですよ。しかも高いね。ボールが飛ばないんですよ。あー、はい、よし。うわー、ナイス。
わ、スピン効いた。スピンかかってた、うん、ちゃんとかかってましたよ。あれさっきちょっとバンカー教えたのまずかったっすか。まずいよ、あれ苦手って言ってたのに。バンカー教えちゃったな。教えちゃったんだ。ちょっと克服しちゃってるやん。ナイス。うまい、うまい、うまいなこれ。うまいわこれ。いい、いい、そういうのいらない、そういうのいらない。うわっ、近い。ナイス、ありがとうございます。ぴったりやん。あ、ちょっと右出た。いや、こっから戻ってきた。いやいや、でもやっぱスライスの方が強い。あ、スライスの方が強い。タッチ、タッチ完璧。いや、でも嫌な距離。うん、いい、いい感じ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 、入れ、入れ、入れって。惜しい。オッケー、オッケーです。オッケーでございますか。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、パーパット。パーパット。なんかさ、大変なこと起きてます。ヘッドカバー外してないです。大丈夫大丈夫。あのまま打つんだから。あのまま。大丈夫です。俺、長さんそれ今忘れてたんじゃなくて、いやあえてまだ、はい。まだ よかった。すみません、余計なこと言って。まだイベトレしてたんで。すみません、余計なこと言ってすみません。そうよ、早いよ、余計なこと言うの。あのまま打つ。あのままこうやってやって、って言って。工事だったんです。工事がボケるってことはないんだから。ごめんなさい、潰しちゃった。これみんな見たかったよね、ボケるとこ。おー、ナイス。ありげなく言って、ナイスパー。いやー、今のはね、日野くんのミス。あれは僕のミス。そう、はい、どっちかというと僕のペナルティ。そう、ペナルティだね。俺らの負け、俺らの負け。あ、よかった、入った、入った。ナイスです。はい、ということでこのホールお互いパーで、トータルイーブンということで、ここで、1番目は終わります。はい、はい、いい感じで、はいはい、なんかちょっと違う感じのチームプレー。そうですね、チームプレーは頑張ってます、頑張ってます。じゃあ第2番、はい、さあ動くかな。いや、動くでしょう、ね、動かしましょう、はい、動かしましょう、はい、中田さんのボケ殺したわ。ボケ殺したよ、今の。ボケ殺しだ。 MC として一番やっちゃいけない。そうだよ、すいません。そうっすよ。もうあれ決めるしかなくなったじゃないですか。